って、いつしか2年、流れ流れて信州ここは権堂の裏街道、甲信塚の宿場外れ、図らずも二足のわらじを履く山形や東蔵一家の悪だ組を、習字がすっかり聞いてしまいました。越後は長岡大の百姓消えもんが、年貢の金に困って娘を身売りして作ったその百両の金を取られてしまったという。まあ、とっつぁん、心配することはねえ。俺の耳に入ったからにはきっと取り消してやる。まあ、心配しなさるな。狡猾な忠次の心は燃え上がって、哀れ気の毒な親子のため彼は、桂門と共に甲信塚の闇をつき、山形や東蔵のもとに乗り込んで参ります。ちょくらへん。ごめんなしておくんなせいよ。とっつぁんの中に変で、俺が親分さんに話しましてやる。これは山形屋の親分さんでございましたが、俺は甲州通りの矢村の彦六と申しまして、こちら様にえれえご厄介をかけましたら百姓喜右衛門のおいでございます。それの彦六さんだけねえんだよで。おかげでございませんだが、せっかく親分に貸してもらいました百両の金、途中で怒られちまった。飛びこくって落ちるっちゅうから、バカこくでね、俺が親分さんに話しまして、もう百両追加してもらえねえと。こら、俺は金のなるけ持ちゃいねえよ。ただ気がるこの通り向けやらめ。でも別におめえさんの腹が痛むわけでもあんめえぞ。世の中には親切ごかしに金を貸し、後から行って取り上げる。これをうがいのイカ様と申しまして、黙って出したおばよ勘弁ね。こら、山形よばらイカ様だと残しようと思っていってみようかね。いけせねえ、いけせねえ。いやややこしい、すぐにしぽい。猫かぶってしててんじゃねえ、つけあがり、ご用語を振り回し、傘にかかって脅かすなんだ。よっぽど目覚めの見えねえ野郎だ。一方で誰だと思いやがるんで、俺の名前を言って聞かせるから、気も潰さねえで耳穴かぽじいてよく聞けよ。俺の名前を届き場にくさっき三度いただけ、パラリッと舐めれば怒りが落ちるんで、罪をがんなおる。男の魂の守り本尊観察中の草焼きを、あかりぎおろしに吹き鳴らせた、上司は最後に、国里村の住人で、長岡忠次の面はとくと見やがれ。お人が悪ござんすよ、親分。花から国定の親分さんとおっしゃってくだされ。でも水増えしえして、なに金さえ出しゃ本当に。それじゃちょいとなんか調べさせてもらうべき。確かに百両さ、とっつぁん、今度は取られねえようにしっかりしまっておきなよ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとお礼を言っていいのか。ありがとうございます。ありがとうございます。なに、とっつぁん、礼には及ばねえ。それから、娘さんも一緒に連れてけんなよ。おう、山形、俺が身請けをするんだ。早く連れてきめえ。早く、とっつぁんのところへ行ってやりな。あ、落ちよう。早く、親分さんにお礼を言って。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとお礼を言っていいのか。いいってことよ。その帰り道、小松原に差し掛かった頃、卑怯未練な山形や東蔵一家がいきなり忠次に切りかかってまいりましたが、万事をもって奴らにやられることがありましょうか。腰に垂らさぬ小松五郎義兼の切れ味、一同の者見事切り捨てまして、再びの足は上州国定村に帰るという、深刻劇極めつけ狂言ご存知、国定忠次の完結であります。いやー、どうもありがとうございました。